何やらボードゲームを楽しむ人たち、どれも見たことがないゲームですよね。先日オリジナルのボードゲームを楽しむ教室が練馬区役所で行われました。これは三角形を折り曲げて決められた形を完成させるパズル。簡単な形ができるとレベルの高い形にチャレンジ。みんな夢中です。続いては対戦ゲーム 1-2-3 並べ。数字の書かれた3つの駒を交互に動かし、縦横斜めと番号順に並べれば勝利です。単純なルールですが、先の先を読む力が必要とのこと。これらのゲームを考案したのは、墨田区で発明家ショップときめきを経営する関場淳さん。これまでにも数多くのパズルやボードゲームを発明しています。ボードゲームの魅力は子どもから大人まで楽しめ、高齢者の方は老化防止が期待できること。関場さんはゲームを通じて子どもと高齢者をつなぐ多世代交流の場を増やしたいと話していました。できない時に、そこがクリアできた時の面白さがありました。ああ楽しいですよ。またやってみたいなと思っています。またゲームとは関係ありませんが、藤壺の殻を笛のように吹く伏見かれんさんが美しい音色で会場を盛り上げていました。